六輪車東京の特製つけ麺六輪車は、東京都でつけ麺を中心に提供するラーメン店。株式会社松つ富士食品が運営。三田良妻は2005年4月に、東京都品川区大崎にて、大崎本店を開業した。開店から数ヶ月間は客入りが少なく、危機的状況になったことから、三田の理想とする特徴的な、超濃厚スープ。 極太麺に変更したところ人気を呼び、雑誌、テレビなどで頻繁に紹介されたことで行列が状態化した店となった。麺は自家製麺ではなく、浅草海家老に特製麺を発注している。何度も製麺所と試行錯誤し、店舗を休業して、競技を重ねて、現行の麺が出来上がった。高級食材は使用していないが、 大量の素材を長時間かけて煮込んだ濃厚スープが特徴で、つけ麺の最後にはゆずを加えたスープ割りをしている。海苔のイカダにパウダー状になった魚粉を山盛りに乗せるスタイルを始めた店であり、魚粉を溶かすことによって魚の風味が増した味わいを楽しめるようになっている。2006年と2007年の東京一週間ラーメンオブザイヤーつけ麺部門。 最優秀賞を受賞。大崎の本店は、かつて、東京都内屈指の行列店で、100人を超える行列になることもしばしばであった。基本的に、約2時間待ち、特に3連休などは2時間30分以上の待ち時間となることもあった。しかし、この行列が、長期にわたり、近隣の迷惑となってしまったことや、解消のめどが立たないことを理由に、 2010年8月29日をもって閉店した。新店舗について、公式ウェブサイトでは別の場所に移転し復活すると書かれており、運営会社の松藤食品は、周辺に迷惑がかからない土地を慎重に選びたいとしているが、一部報道では、第一広報、JR 大崎駅前に都内の繁華街で検討中と報じられている。 その後公式ツイッターアカウントにて2012年1月より週1回のみ営業を行うと発表、毎週土曜日に営業を行っていたが、2014年3月29日を、もって本店は一時休業をした。2014年4月18日には、大崎をシしてへの新規出店を果たし、営業を行っていた。2015年3月9日、六輪車、 客席エアコン付近により火災が発生し、一時休業をしたが、2015年11月27日営業を再開した。2015年4月18日には、創業10年目という節目を迎えた。また、公式ツイッターアカウントによると、同日、2015年4月18日から、つけ麺類一律20円値下げさせていただきますと、コメントされた。 かつての本店以外にも六輪車の名称を使用した展開が行われており2009年6月17日に東京駅八重口川の東京ラーメンストリートに支店六輪車東京を開店2012年5月22日には東京スカイツリータウンの商業施設東京空町にも六輪車東京スカイツリータウン空町店を開店したまた つけ麺関係のイベント会場にも六輪車として出店している。兄弟店舗として埼玉県埼玉市にジャンクガレッジ、河野寿市に自然所があり、新業体店として武蔵村山市にセルフうどん店形式とつけ麺業界初のドライブスルーを採用した店舗、もっちりつけ麺車輪を2010年10月5日に開店した。通信販売も展開しており、 関連する、聖店、株式会社が、自社サイトや楽天市場に出店して、通販を行っている。六輪車、本店六輪車大崎店2014年4月18日、開店ランチ営業、日曜営業六輪車、東京六輪車東京スカイツリータウン空町店六輪車、羽田空港店松富士に関するカテゴリー、松富士食品に関するカテゴリー、 ありがとうございます。